サンセバスティアンデロスレージェスは、スペイン・マドリード州のムニシピを、短縮して、サンセと呼ばれることも多い。アルコベンダスの住民32名が、マドリード市議会の所有するサンセバスティアンの、礼拝堂へ1488年以降逃亡した、ことで、1492年に成立した。逃亡の動機は、封建領主フアナリアスデアビラによる圧力であった。カトリック領王は、 地域のさらなる和解を進めるため、礼拝堂に隣接した場所に、聖セ,セバスティアヌスの名を冠した、定住地を作ることを許可し、王室の直轄とした。ロスレーエースの名は、両王の庇護下にあることを示した名称である。1868年革命でボルボン家の女王、イサベル2世が退位した後、君主制に由来するロスレーエースの名が外され、サンセバスティアンデラ・ソベラニアと呼ばれていた。 サンセットアルコベンダスクエンカーアルタデルマンサナーレス。自然保護公園の麓にあり、多くの河川が市内を流れている。首都マドリードの北約18キロメートルにある、地中海性気候だが、気候の影響は、首都よりも大きくない。冬は寒く、最低気温は、摂氏零度を下回る。しばしば夜間に、霜が降り、降雪も見られる。夏は、暑く。 7月から8月の平均気温は摂氏22度前後、時には最高気温が摂氏35度に達する。気温の高低は年間で約摂氏20度と非常に高い。これは海から遠く離れていることと標高が700メートル以上あることが原因である。年間平均降水量は約500ミリメートルで春と秋に雨が集中する。農業とボヤルボック装置では 非常に家畜の飼育が盛んである。産業も盛んで二千五百の企業が市内にあり、軍内には工業団地もある。主な企業としては、テレビ局のアンテナさん、b p タッパーウェア社、イケア、ファイアストーン、ワイス、テレピッツァがある。マドリード近郊のタトシと同じく、九百六十年代と九百七十年代以降、アンダルシア州やエストレマドゥーラ州、 カスティーリャイレオン州、カスティーリャラマンチャ州の農村部からの大規模な人口流入で劇的な人口増加を経験した。ありがとうございます。